イブ、そのコートの左側のポケット探ってごらん。え、探ってごらん。探ってごらん。探ってごらん。ん？キャンディーが入ってる。それあげるわ。食べてもいいわよ。やった。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。一緒休んでる。ああ動ける。ああコート。ギャリーのコート。かわいい。ギャリーさん。無罪。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。ごめんなさい。ごめんなさい。めちゃめちゃ叫んじゃった。飲食の持ち込みは禁止。作品に触れることは禁止。万年筆の使用は禁止。ここから出ることは禁止。やだ。やだ。セーブセーブ。いい音だな、いい音楽だ。ちょっと一緒に並んで本読もう。うん、ちょっともうここにずっといたい。あら、コート、わざわざありがとね。うん、来た。え、何読んでるのって？ここにあった文字だらけの本よ。なんかやたらタイトルが長いやつ。うん、ゲルテナの著書なのかしらね。結構面白くて悔しいけど読みつけちゃったわ。もう動揺して読めなくなっちゃってるから。イブにはちょっと難しいかもね。ギャリーさん何歳なんだろうな。ね。あ、いや、1減ってるけど、どうしよう。ああ。楽しい会が。ああ。すぐ回復するの？多分する。した方がいいかな、一応。しとこうかな。してからセーブしよう。うん、ああ。オッケー。オッケー。いいね。いいよ。ギャリーさん。ねえ、イブって年はいくつなの？こっちのセリフ。9歳。小学3年生。やばい。ちびまる子ちゃんと一緒だ。好きだもんな。若いわね。しかしその年で美術館ってすごいわね。私なら絶対飽きてるわ。うん。もうちょっとイブちゃんも飽きている。もうちょっと話したい。うん、うん。イブ、あんたって結構いいとこのお嬢さんなんじゃないの？確かに。うん。だってその服見たところかなり上質な生地使ってるじゃない？え？お母さんが勝手に選んでくるって。ほう。まあそれでもいいとこのお嬢さんに変わりはないわね。うん。うん、もう永遠に話してたい。ね。もうこの癒しの空間よ。ここから出ることは禁止でも別にいい。もう出たくないもう。イブは美術館からどうやってここに来たか覚えてる？私なんかあんまりよく覚えてないのよね。帰ろうと思ってふと周り見たら誰もいなくてさ、うん、玄関も開かないから焦ってたら壁だった場所に階段ができてて降りたら赤い壁の通路に出たの。その後はわかるでしょ。なんでだろう、なんでギャリーさんも来たのここに。いや、その前になんでイブちゃん来たのここに。それはドリーちゃんの操作でやってきたのではないか。あー、そうですね。私のせいでした、ごめんなさい。それにしてもこの部屋が近くにあって本当によかったわ。扉があれば絵の女は入ってこれないみたいだし、そこの絵も害はなさそうだしね。うん。本当か？本当か？本当か？ちょっと疑っちゃうぞ。無題だからな、うん、タイトルは。いやー、居心地がいい。ちょっと外出たくないな。これ出るときどうしたらいいんだろう。出れないのかな？多分出れるかな。うん、イブ、これから先も多分歩かなきゃならないわ。私、こんなんだし、頼りないかもしれないけど、本当にもう無理って思ったらすぐ言うのよ。もう無理。いざとなったらあんたを担いで移動するくらいはできるんだから。え、かっこいい、かっこいい。もう行く。セーブするか。セーブするか。ちょっとギャリーさんといっぱい話しましたと、サンド。イブ、もう出発して大丈夫なの？まだまだ。急がなくてもいいからね、優しい。うん、私さ、今日はもうちょっとおしゃれな服で来ようかと迷ったんだけど。今思うとこの服にしておいてよかったわ。ちょっと浮いてる気はするけどね。なんかすごい格好してるよね。うん、そう、トゲトゲみたいな。うん、うん、コートがボロボロですって。違うわよ、これはわざとそういうデザインなの。まあ確かに長年着てるからボロくはなってきてるけど、うんうん、これ何パターンあるんだろう、いっぱいあるね。うん、うん、イブもう歩けるの？疲れたら我慢しないですぐ行ってね。遠慮なくてしなぐれば、ババ。
なあ、しなばばば、しなばばば、遠慮なって、しなばばば、しなくていいから。あ、これ あともうワンループしたかな。じゃあ出るか、うん、出るか、もう一回セーブしよう。行こう。怖いよ。大丈夫、よし、オッケー、じゃあ行きましょうか。キャリーさん助けて、助けて。おお、ここだったんだ。うんうんうん。あっちにはもう行きたくないな。下に降りて、うん、また音楽が変わった。おい、いいですか、コンコン、うちですか、鍵がかかってる、扉に覗き穴がある、覗くか、何も見えない、よかった、鍵がかかってる、やめとく、よーし、それなんか来そう、怖い。もう何でも疑っちゃう、何これ、うん、ただの電球、電球だった。ちょっと画面がさ、ちょっと光って、うん、そうそう、うん、え、何ここ、マネキンがあるよ、またマネキンめっちゃ出てくるね、うん、え、もうまた来るってこれ、今適当に振って探索しに入ったら閉まっちゃった、うん、あー、動いてる、何、何ですか、何ですか、やめてください、ガオーガオーみたいな感じのポーズだね、うん、ガオーしてる、どうしたらいいのこれ、作品ら、あの見るのかな、あ、ああ、来るんじゃない、大丈夫、ここね、安全地帯だ、安全地帯。いいね、あ、怖いな、このなんか作品の前になんか本棚あるからさ、本棚を見たいんだけど、あ、危ね、どうやってこれをおびき寄せて、あ、いいね、いいね、あ、積んだ、積んだ、いやー、積んだ。あ、ゲームオーバーだ、いやだ、お願いします、本当に宣言したからな、ほら、でもギャリーさんで癒されたからいけるでしょ、お願いします、無理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 、マジで鳥ちゃん無理よ、もうもう、 もうね、もう私ビビらないからな、お、オッケーオッケーよ、頼んだ、頼んだ、なんか分かったよ、うん、またここからか、一応乗せとこうか、うん、なんか偶然かもしれない、うん、見えなかった、うん、ちょっとまずここ入んないでおけばいいんじゃない、ちょっと通り過ぎてみる、うん、なんだろう、うん、あ、セーブある、あ、セーブある、うん、ちょっとまずね、9ね、9、うん、これなんだ、ミルクパズル、おお、イブ、ミルクパズルって知ってる、知ってる、あら、ほんと、私あれ苦手なのよね、うん、なんか全部白いやつでした、ね、うん、昔やったことあるんだけど、同じようなピースばっかで全然進まなくてさ、頭にきたから適当にはめ込んで完成させちゃったわ、その後パズルが弾け飛んで大変なことになったけどね、かわいい、かわいいな、かわいいな、かわいいな、あー、なんか動いてんな、月夜に散る儚き思い、あ、これはちょっと綺麗だね、綺麗な作品だ、いける、うん、パーといくかな、これは鏡、おー、びっくりした、ビビるわ、ほんとにこれ何回も見たくなっちゃうんだよな、私、鍵がかかる、何かしらこの パネルみたいなの、何か入力できるみたいよ、おお、ちょうちんあんこ、あ、これあれか、そのちょうちんあんこの絵じゃん、ちょうちんあんこだ、でも何これ、タイトルを入れればいいのかな、うん、でもタイトルわかんないからな、なんだったっけ、タイトル、なんか真夜中の深海みたいに、うん、絶対違うわ、なんだっけ、まあいいか、とりあえず決定そりゃそうだわ何も起こらんわ下なんだ、つけんの、うぇーい、びっくりした、何よこの像、通路塞いじゃって、いや、ちょっと水飲みます、オッケー、うん、よし、これでオッケー、オッケー、これ何、何、引っ張るか、絶対なんか落ちてくるけど引っ張ってみようかで、で、あー、おー、なんだ、あ、なんか出てる、あ、これ、ゲルテナ店にある床に描かれた大きな絵のタイトルは？もしかして暗号？あの大きな魚が描いてあった絵よね、イブ見た？何だったかしら、確か深海のなんとかって一文字だったのよね、深海の、ちょっとイブ適当に一文字あげてくれない？深海の魚だったら6文字よ、あー、深海の迷え迷え深海の迷え深海のまかよかえ
よ、それでもいいんだよ。そうなんだ、深海のよ、タイトル読めた、読めてないよ。深海のなんとかだったよね、なんかね。深海のよだからね。あ、じゃああそこに深海のよって打つんだな。こっちからいける？多分。おお。あ、いける。いける。何かしら。深海。深海。あ、行きましたけど、さっきのなんかマネキンのとこ行かなくていいのかな、うん、ちょっとこの辺調べて、うん、この女性たちはみんな花占いが好き、うん、あ、だからギャリーさんのバラでちぎってたんじゃないの。ああ、私はそのうめかしく美しい指を鳴らせ、うならせかな、うんうんうん、彼女さ、うん、ギャリーにもう閉じられた。おお、見ちゃダメ。こういうのは大人になってから読みなさいね。あー、観音小説だったんですね。エッチンですね。はい、ド M だったんですね。エッチエッチだったんですね。うん。決別決別、ほう、おお、なんか嫌な絵ね。え、うわ、何、停電、嫌な予感がします。はい、問題発生です。暗くて何も見えないじゃない。イブ、いる？いない。いったらなんかやばそう。いないでいいんじゃない？何言ってんの、いるじゃないの。かわいい。かわいい。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。うん。そう。ライターつけて。助けてやめて。ライターつけ。うお。え？死にたくない。な、何よこれ。え？これ怖い、やめて、助けて、嫌だ、私たちのセリフじゃねえか。本当だよ。ライターごときにビビってじゃねえよ。本当きついわ、精神的に。こっちの方もきついわ。本当だよ。戻ろう、戻ろう。ここは無理だ。うわ、お客様に申し上げます。当館内は下記厳禁となっております。マッチ、ライターなどの持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、何でしょう。ここもう一回、もう一回、もう一回。遊ぼうよ。ここはなんか面白いのないかな。遊ぼうよ以外ないかな。終わりか、終わりか。つまんないな。チェケラとか書いて、チェケラない。マンジマークとか書いてないかな。遊ぼうよ、遊ぼうよ、マンジ。どっち、こっち。あ、なんか落ちてる。何、足跡か。ちょっとセーフしよう、セーフしよう。あ、そうだ、あそこやんなくていいのかね。で、あ、今から行くのかな、それか。え、でもなんか、あれ、あ、でもこちら道ができてる。うわーい。誰だ、出てきたね。かわいいね、うん、ちょっと大丈夫やってね。かわいいのに、せっかくかわいいのに。あ、待って、ねえ、あなたもしかして美術館にいた人じゃないの。あ、やっぱり。ちょっと真面目に言おうか。そうだね。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、今なんとか二人で出口を探してるわけなんだけど、もしかして あなたもそうじゃない？あ、私も誰かいないか探してたの。外に出たくて、それで。あ、やっぱり。ねえ、よかったら一緒に行かない？ああ、三人仲間、心強い。心強い。え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物、バーンフォーフラペスだったと、とってててて。ちゃ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 。チェケラ、チェケラ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。かわいい。じゃあ決まりね。あ、名前はなんていうの？メアリー。メアリー。メアリーちゃん。メアリーね。よろしく、メアリー。うん。うん、イブ、よろしく。よろしくね。うん。よ
し、それじゃ仲間も増えたことだし張り切っていくわよ。ちょっと心強くなってきたな。うん、おう、イエーイ、おう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 、おお、さっきのイベントじゃなかったのかもね。強制じゃなかったからね、うん、争いの矛先行けとこうか。あ、でもマックスあるからいいかな。いいか、うん、おお、せっかくだしよって言ってた。なんだ、うん、うん、そういえば私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてベアリーだって誰やねん。メアリーのバラもあるんじゃないかしら。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あら、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。あ、色が違うのか、それ。そうだね、なくしたりしたらダメよ、誰かに渡すのも危ないからね。それから、あー、イブのバラは赤なんだね、私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ、あと青も。人の話は聞きなさいよ。了解じゃあイブちゃんが赤で、ギャリーさんが紫、青じゃん、青か話を聞いてねえ青でメアリーが黄色、一体どちらが正しいのか。何のことだ、何のことだ、こっち行ける、行けない、行けない、上行くか。そうそう、セーブしてな、うん、ちょっと録画時間が あった。ああ、そう、本当だ、うん、じゃあセーブして、ここセーブして、うん、9ね、9ね、うん、1回、うん、1回切るか、10にして1回切ろう。もしかしたらパート2つに分けてるかもしれない、うん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 、ワンちゃんね、うん、じゃあまた続き次回やっていこう。はい、おつぴよでーす。